じゃあ蓋持ってて、はい、激しいです激しいです激しいですご迷惑をおかけします。はい、いいと閉めなくていい、うん、乗せるだけです。はい、567、はい、567ね。大体いつも560から580グラムぐらいで体重、うん、まだいいよ、いいです、ま、はい、500いくです、560から580ぐらい。あ、測ってらっしゃるんです、前に週1ぐらいで測ってます。あ、週1ぐらい、はい、うんちの数はどうです、どれぐらいでいます。あ、でも正確に測ったのはもう 2、3 週間前です、300ぐらいです。300前後ぐらい、はい、はい、じゃあ食べるのチモシーとかペレットはどれぐらい食べてます。チモシーは 27g プラスアルファでおやつとかであげてるんで、うん、30ぐらいは食べてるような気もするんですけど。あ、チモシーをね、はい、素晴らしい。ペレットは、ペレットは、まさか大さじ合計5あげてるんですけど、うんと、ペレットはこの子の体重だったら1日12g やっていいですか。多分計算してそれにしたと思うんで、ありますね、と思います。まあ、要は体重の 2% ぐらい、はい、567が切り上げて600と考えて、はい、ペレット 12g、 チモシーはもうすでに以上、はい、その他チモシーとペレット以外ははもうなんかほとんど上げなくても大丈夫になったんで。はい、わかりました、はい、それがいいですね。でブラッシングは1週間前にやったんですけど、まだ苦戦苦闘しております。確かにね、大変なんだよね、この時期も抜けるんですよね。一番最初にスプレー出してますよね、はい、それかけてね、ここでもちょっとやってみますね、はい、はい、じゃあちょっと出してください。激しいですよ。カオルちゃんって男の子。男の子です。じゃあまず目から見ていきます。目ね。1歳7ヶ月。部屋んぽします。部屋んぽします。します。一日1回から2回。あ、かじったりしてないようにちゃんと見張ってます。見張ってます。柵とかも買って看護ってやってます。そうね。絶対置いとけば。かじって食べちゃうんですんでね、はい、変なものは食べてないと思いますが、家の木製のものは結構かじられちゃってますけど。え、そうなの、はい、でもそれでペイントしてない、ペイントし、すごい前にそういう経験があったんで、最近は全然防いでます。そうですね、もう何でもかじって食べちゃうと思って買ってください、はい、それが補修するって言ったらおかしいけど、あ、歯が白い。この上の歯は全部もっと真っ黄色、下の歯は 真ん中から上が真っ黄色、ちょっとだけ色乗ってるけど全然白い。え、チモシーそんな食べてる？食べてると思います、測ってるんで。本当、うん、で、あと歯茎の色もさ、これ顔色なんですよ、うん、この歯の根っこ、うん、人間と一緒で赤みがかったピンク色、まあ、うん、一応下見ればなってますかね、あんまり引っ張るとそれで白くなっちゃうんですけど、うん、赤みがかったピンク色してるのはいい。だから歯の色がもっと黄色い方がいい。そうでね、去年見た時も黄色みが少なかったんですよね。少ないって言われてます。そうなんだ、うん、はい、ちょっとお腹触らせて、ごめんね。あ、そういうことね。暴れるね、結構暴れるね、ちょっと待って、ね、お腹触らせて。お腹は、はい、柔らかいけど、ちょっとお腹の筋肉を少しだけ硬くするけど、これは緊張してやる場合と、お腹が痛くてやる場合とあるんですけども、ストレスはすごいこういう時に強いかかりますもんね。前も毛抜けちゃったりしたし、はい、上下ともにちょっと強いな。私の筋肉はピンクをしてると。おやつは全然今あげてないんですけど、あげるとほとんど全てのおやつの食いつきはいいですね、うん、まあでもやるとしたらさ、市販のあれはやめといた方がいいよね。なんだっけ、野菜とか、市販のグラノーラ的なやつとかね。そうそうそう、あれは繊維が少ない、炭水化物がめちゃう。やるんだったら、まあ、本物の野菜、うん、から果物、それか本当は野草がいいんですけどね、綺麗な野草が手に入れば、入る時あればそういうのはやってもらう。いや、野菜よりも野草の方がいいんですよ、繊維が多いからね。よし、それで、はい、じゃあちょっとこれやって、これもなんか出が悪いな。はい、ちょっとごめんね。いい、はい、足の裏ちょっと見せていいか。1、2の3。ごめんね。
そうそう、ここね少し測定皮膚炎この辺ちょっとなってるから、そうなんですか。これもね、あのお餅のスプレー、はい、あれってさ2本別々になってます、混ぜてます、混ぜてます。あ、うん、混ぜて1日1回ちょっと見てつけてあげてください。ここ結構皮膚病になる子多いんですよ、測定皮膚炎って言ってね。そうですか。はい、楽にして。はい、じゃあウェットブラシ、はい、はい、じゃあブラシね、ウェットブラシとゴムでちょっとブラシ、それで、抗寄生虫薬をつけさせてもらいますけど、お願いします。ま、去年までつけてたやつが輸入されなくなっちゃって、コロナの影響で結構そういうの多いんですよ。で、前はセラミクチンっていうのつけてましたけど、このモキシゼクチンでね、こうよって書いてあるけど、チンシダさんつけても大丈夫なんで、これをつけさせてもらいます。そうすると、前と効果は一緒です。体の表面の寄生虫、消化管の寄生虫、血管につく寄生虫を予防してくれます。で、チンシダさんに使っても有害事象はないと思います。一応これをお持ちください、はい。まあ、違いとしたら、前よりちょっと量が多いから2箇所に分けてつけますね。お家ではない。こうも使ってます。ブラシ使ってます。これです。あ、これ？はい。こっち嫌がるんですよ。まあこれも嫌がるは嫌がるんですけど。え、そうなの？人の手に慣れちゃって、あの物とかは基本的にあんまり受け付けないというか。あ、腰の方が、こっちの方がさ引っ張られるか嫌がられるかが多いんですけど。うん、で、まあそういう子はこういう人間のウェットブラシ。まあなんか同じぐらいちょっと嫌がるから。どっちも一緒だ、ね、こっちはあまり毛が取れないからこっちでやってますね、うん、そう、こっちの方が毛が取れます。これね、こんなもう今ってラキサトーンやってないですよね。やってないです。やってください、出しますからこんなに抜けるんだったら、じゃあ処方していただきますか。出しますんで、すいません。 0.6cc を2回もしくはその場合の 1.2cc を1回、はい、要は1日 1.2cc ぐらいちょっとやっとってください。注射器は残ってます？注射器は1本は新品があるはず。あ、じゃあ1本だけ出しておきますね、はい、予備で1本持っておいてもらった方がいいんでね、はい、ちょっと私も楽しさとも上げてみますね。好きですか？じゃあやりやすいよね。好きな子はさ、ブラッシングしながらあげるといいですよね。あ、ブラッシングのなんかあの後にブラッシングしながら、こういうのとか、それから手でね、チモシーとかあのプレートとか食べてもらえると。お、本当だ、こんな緊張しててもそうですね、めっちゃ反応するんだ。めっちゃ好きです。ちょっと1cc ぐらい吸っちゃったんで、あの入れちゃったんで、1cc、まあ食べても大丈夫なんで、はい、もうちょっともうちょっとやらしてね、はい、すごいね、結構すごいね。というかこの子に限らずなんだけどね、今来る子みんな向けますね、あのバハル、そうそう、いろんな動物チンチラもウサギさんも、というか猫ちゃんも結構抜けますね、ワンちゃん。はい、残りあります。ただこの子、あの先っちょかじられないようにね。あ、はい、あんまりかじらないですね、でも、はい、じゃあ OK です。じゃあ、あの今言われ通りで、最後に測った時の体重が569、初めて来た時が4月10日去年で483。でも初めて来た時はまだあれか、何ヶ月か、あ、違うか、生まれたのが10月として6ヶ月ぐらい、まあ、本当だとね、600ぐらい欲しいですね。まあでもね、ちょっと小ぶりな子は600いかない子もいますけど、ただね、歯が黄色くないのがちょっと嫌ですね。だから一応組成 23% 以上 のペレット使ってるで、あとチモシーと、チモシーと、うん、でもそれしかないんですよ、やりようは。チモシーをその今ぐらい食べてもらうことと、繊維の多いペレットを使うことと、
まあ、まあ、野草とか、それからなんだっけ、あ、たまになんかリンゴの枝とかが好きで食べたりして、ああ、そういうのをかじっていいですよ。それからあと、あの猫草ってあるじゃないですか、ね、知らないですか、猫草、ね、猫草ってこう、植木にこう、ああ、カブサイみたいに育てる、あれ、イネ科の草だから、もしそういうの食べるんだったらやってもいいですよね。プラスとか買うんですか。もうホームセンターとかね、ペット用品ってのに売ってますよ。要はそのチモシーの元みたいなものですよ。ナボクソウタちょっと違う、ナボクソウタちょっと違うんだけど、でもそれも繊維が多い。さすがに名古屋、どこだっけ、名古屋市内だとさ、タンポポとか生えててもですね、取ってやる気にはならないですよね。うん、よっぽどあげていいのかちょっと不安で、洗って、うん、それなりやらないですね。はい、じゃあカゴ持っててください。じゃあまあ、あのこの今つけたのは去年もしたけど、1ヶ月ぐらいが有効なんで、まあ来れたら1ヶ月ぐらいで目安でにしてもらえればと思います。あ、これもいいね、こういうのも。これどうしました。これなんか別にペット用じゃないんですけど、ええ、松ぼっくりでっかいの売ってたからあげたって。あ、これ松ぼっくりなの。これ松ぼっくりです。こんなでかいの、うん、もっとあの 1.2 倍ぐらい大きさだったんですけど、だいぶかじってこんな感じです。あ、うん、こういうのいいですね。あ、いいんですか。うん、要は本当だったらさ、あの野草とかね、木の外側の幹のところをかじったりするんですよね。ね、砂遊びはやってます。どうやるか。砂浴び、砂浴び大好きです。はい、大好きです。それから日に当たることってあります。そういえば日に当たる、西日が差すことはあるんですけど、天然の日は当たらないと思います。1分でいいから、あの窓開けてさ、日に当たった方がいいです。あ、そうなんですか。そう、日光浴、まあ、1分から30分だけど、その気温によってちょっと調節してあげなきゃいけないんだけど、で、UVB を浴びた方がいいんですよ、日光の。はい、でただ UVB の特性としてガラスは通さないんで、網戸越しなら入ってきます。だからやれる日があったら日光浴もで、今までしたことなかったら最初1分ぐらいにしといた方がいいです。うん、やれる日だけでも日光浴しちゃってくださいよ。そうすると何がいいかっていうと、まあ、日光を与える殺菌作用がありますよね。カルシウムの代謝が良くなりますね。それからあと免疫力が上がってくるということだ。ただな、暑さには弱いんでね。そうですね。うん、だからまあ、これから暑くなっていくから、30分と一旦もう1分で、最初は1分で様子見ながら、大丈夫そうだったらまあ2分とか5分とかしてもいいですけど、呼吸ですわ。こんな呼吸が速くなるんだったらちょっとやめた方がいいかなと思います。わかりました。はい、じゃあラキサトンとシリンジを1本ね、3cc の注射を出してみますね。はい、お願いします。